さあ、今回の感じもするんだけど、今日なんかやけに栄えてんだよな。まずはカゴを手に入れないと。今回はハードオフ見ていこうかなと思います。めっちゃある。何これ、 CM ソング集だって。こういうの面白いよね。昔なんかコカ・コーラのやつよく聞いてた。ディズニーいいよね。これ値段ないやつ100円ですね。あ、何と人気ないんだ。あ、でもシングルか。あ、板野友美の。これはアルバム？シングルどっちだろう。これいいな。なんだろうこれ。韓国のグループかな。何これ。ジャンク CD コーナー。もう多分ほとんどっていうか全部100円かな。シャランキューだ。あ、これ持ってないかも。これ持ってないわ。うん、これ持ってない。でも、まあ、今買わなくてもいいかなっていう感じはあるかな。何これ。中野森バンド。何これ。バンドのやつだ。ああ、靴入れてるか。よし。なんか平日の昼間なのにめっちゃ人いるわ。ブルーレイだね、これ。DVD か。三脚めっちゃあるな。あ、これはちょっと塗料がはげてる。めっちゃこの辺とかいいけどね。ジャンクだ。まあ2000円以上か。ゲームボーイポケット1000円。たまに高いとこあるよね。あ、ゲームボーイ、クリアのゲームボーイなんてあるんだ。ほら、初めて見たかもしれない。学習用ゲーム500円。お、これはいいんじゃないか。ソニーのデジカメ。これバッテリーがね、電池だったら買おうかな。これがメモリでしょ。あ、ここか。あ、電池だな。使えるかもしれない。100円ならいいんだけどな。300円か。でも悪くないよね。サイバーショット。レトロな写真撮れるよ、これ。あ、メモリはプレイステーションポータブルのやつ使えるんだよね。違ったっけ。メモリーディスティックみたいな。まあカメラいっぱい持ってるからな。よいしょ。これ誰だ。レコードはね、ハンターが多いからね、なかなか最近はお宝に出会えない。ちょっとめっちゃ混んだな、今日は。んまね、混んでるとこに行くとね、人が映っちゃうと編集めんどいから。中古の DVD ですね。見たいコーナーをまだ見れてないというね。中古 DVD は300円からって感じかな。こっちちょっとね、下げされたやつとかあるけど。グラップラーバキ800円。でも DVD 半額って書いてある。あ、この色のケースってHDDVD っていうちょっと違うやつなんだよね。でも日本版じゃないんだよね、大体。これも日本語はついてるやつだったら集めてるんだけど、なかなか集まらない。と、あ、レトロゲーム系のショーケースがあるな。今ね、エメラルドがめっちゃ高騰してんだよね、ポケモンの。ここではね、ほら、エメラルド6000円だし、マザーより高いんだっけ。あと、ポケモンカードゲームボーイの2が4500円とか、スイッチより高い。で、プラチナとか7000円だからね。まあ、相場かどうかわかんないけど、で、こっちは中古用額で、こっちまたレトロゲーム、プレステ3か。今探してるのはね、なかなかハードオフで安いのが見つからないからな。お、何これ。マイクロカセットレコーダー。これよくない？キャッツアイ。かっこよくない？アンリのキャッツアイで。これ買おうかな。確か EP は50円だった気がする。100円だったな。これ買おう。で、ビータです。 DS でレアなやつとか欲しいやつはどれだろうな。あ、何これ。あ、これ持ってるわ。テーブルゲーム。いや、結構ね、 DS は熱いですよね。あ、動物の森って今500円か。アンパンマンとか高いんだろう。このバスのゲームとか結構こういうのいいよね。てかマジにぎわってんだ今日。今熱いやつといえばアドバンスでしょ。スタッフィー500円か。これが中身が多分ね、ソフトだけなんだよね。完品じゃないという。スーファミ。あれ、3DO なかったっけな。ああ、これな、XBOX。説明書欠品か。XBOX も集めてんだけどな。あんま最近見かけない。ヒューカードとか。こんなんか。あ、やっぱ1500円するんだな。あ、ポケモンもやっぱ値上がってきてるな。アドバンスいいよな。今集めてるというか、任天堂 DS ライトで遊べるの強いわ。で、スイッチ最近売っちゃったんだよな。まあ、本体は売ってないけど、ソフトでいっぱい売った。スイッチで。あ。これも最近めっちゃ高いよね。一時めっちゃジャンクにあったのに。こっちが7000のプレイヤー付きだから、ディスク付き。謎のやつ、謎の。そういうのがあったりとか。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、評価ボタンお願いします。それではまた、バイバーイ。